が止んだわ。よかった、またあなたと一緒に星が見られた。会いたかったわ、この28年間。ロレイン、その時計まだしてくれてるのね。時間にルーズな俺に君がくれたものだ。私たちの時間は止まっていたのに。ジョナサン、お願い、カレンは病気なの、助けてあげて。カレンは、ロレイン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 。知り合いか？友人だ。古い。かわいそうに、ビヨンドから来たんだろう。いや、戻ってきたんだ。戻ってきたんだ。俺のところに。本日は ASL797 便をご利用いただきまして誠にありがとうございます。当機はグラビティタイヤに移り、順調にビヨンドコーストへの軌道を飛行しております。なお、これより先は無重量状態となりますので、ご気分の悪くなられた方はウィンドウ脇の呼び出しボタンを押して、お近くのスチュワーデスまでご連絡ください。どうしたんですか？気分が悪いようですね。宇宙は苦手で。宇宙酔いですか？珍しいな、宇宙は初めて。いや、昔事故で宇宙を漂流して、それで宇宙恐怖症に。それは大変ですね。スチュワーデスに行って薬をもらったらどうです？コールボタンなら壁の赤いスイッチですよ。いや、まだ大丈夫。気を紛らわすには話すのが一番です。隣に座ったのも何かの縁です。よろしく、私はレッドウッドです。ああ、イングラムです。よろしく。
こんにちは。ニュースオーダーの時間です。現在ビヨンド内でのナーク中毒者が急増しております。事態を重く見た BCP ではビヨンドでのナーク根絶を図るため特別チームを編成、ホームからのナーク流入ルートの解明を急いでいるとのことです。ナークはアヘンから作られる合成麻薬で、モルヒネ型依存症状と LSD などの幻覚誘発症状をも兼ね備えた麻薬の帝王と言われるものです。宇宙推進事業団によりますと、宇宙開発におけるナークの依存度は 30% を超えると報告されており、宇宙でのナーク中毒者は増加の傾向にあるとの見解に達しております。以上、BBC からお伝えしました。BBC、 どこのテレビ局だろう。今のはビヨンドのテレビ番組ですよ。ビヨンドコーストブロードキャスティング、つまり BBC ね。次の話題です。今全世界的に移植用臓器が不足しています。宇宙開発における宇宙環境の影響により人体へのさまざまな障害が起こっています。無重力状態や宇宙船などにより臓器の疾患、異常が急増しており、このままでは十分な移植が賄えないとドナー不足に対する大きな不安が寄せられています。宇宙推進事業団ではホームの移植後進国などにドナーネットワークへの加入を呼びかけています。以上、カレン北条がお伝えしました。はい、どうなさいましたか。顔色が悪いですね。宇宙酔いですか。ああ緊張なさらないで、気を楽にしてください。ありがとう。何か私にできることございますか。
少し眠ったらどうです？そうですね、宇宙酔いも楽になりましたから。何かあれば起こしてあげますよ。それじゃあ。お疲れ様でした。当機は間もなくビヨンドコースト宇宙港に到着いたします。到着ロビーにて国際宇宙検疫制度に従った消毒殺菌入国手続きをお願いいたします。なお、ただいまジュースと食塩錠剤をお配りしております。フライト中に体外へ流出した体液を補給するようご利用ください。本日は当 ASL のスペースプレーンをご利用いただきまして誠にありがとうございます。またのご利用をお待ちしております。まもなくビヨンド宇宙港に着岸します。ビヨンドコースト、天と地が一つに見えるところ。ここは本当のあの世、ビヨンドかもしれん。地球でのネゴシエーター特権もここでは通用しまい。一人で北条の行方を探すのは困難かもしれない。エド・ブラウンに協力を仰ぐのが賢明だろう。奴なら心よく引き受けてくれるはずだ。エドはビヨンド警察 BCP にいる。奴も50代半ばのはず。ボリスノーツ時代からだから、きっと BCP でも出世してるに違いない。念のためにボリスノーツ時代の写真とロレインの写真を持ってきた。何かの役に立つかもしれない。 BCP はこの宇宙港の近くにあるはず。まずはエドを探しに BCP へ急ごう。Thank you.
よし、BCP へ急ごう。ここが BCP か。さあ、エドに会えるといいが。ここが BCP のロビーか。広いんだな。おい、あんた、何の用だい？被害届でも出すのかい？ああ、いいかな。俺はジョナサン・イングラム。地球で探偵をしてる。それで、ビヨンドまでわざわざどうしたんだい？昔ここに勤務してたことがある。へえ、本当かい？ぶち込まれてたってわけじゃないだろうな。警官をしてたんだ。当時の旧友に会いに来た。なるほど。同窓会でもしようってわけか。それで、話してみな。
助かったよ。その言葉は風紀課に行ってからにした方がいいぜ。どうして？聞かなかった方が良かったかもな。ダチの落ちぶれた姿は見たくないもんだ。地下だな、風紀課は。あんた、江戸に伝えてくれ。早くやめちまいなって。いつまでもただ飯食らってると惨めだってな。俺は便利屋じゃない。言いたけりゃ自分の口で言うんだな。ここが噂に名高い風紀課か。なるほど。優遇されてる部署とは思えんな。